ゴングが打ち鳴らされてまいりました。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれはどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。この辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。バックに回ります。スリーパーに捉えます。掴んだ。ストマックに突き刺さります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題全くないですね。ああそうですか。テイクダウンを奪います。ガードします。ストマックを狙ってまいります。スイープしてまいります。刺せません。ブロックします。ストマックへの攻撃であります。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやそれは全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。フライングメイヤースリーパーホールドに入ります。重いですよ、打撃ディフェンスした方がいいですね。ダメですね。蹴りをぶち込みます。ローキック、足を取ります。ひねって倒した。ドラゴンスクリューストッピングを叩き込んでまいります。逆十字に持ってまいります。膝へのキックです。ローを打ってまいります。踏み込みが早いですね。これはいいですよ。はい、今早かったですね。これは相手のストーンでございますよ。そうですね。あーっと張った、張り手攻撃、馬乗りから張っていった。張った張った、マウントからの張り手、足を絡めます。上を取ります。おお、馬乗りからショートを見舞っていく。強烈に打ち込みます。馬乗りから装填を打ち込む。ガードを取ります。パスガード、ストマックに突き刺さった。下から切り返した。ここはこらえていく。ガードポジションに移行した。外した。あっとキャッチした。あっと膝上位置で切り返す。逆に捉えた。あっと倒していった。立たせていく。引っこ抜きか。キック、ガチッと組み合った。あっと返した。エルボーで返す。腕をフックした。フロントから逃げていった。起こした。あっとそのまま後ろに投げていった。抱き起こす。膝頭を入れていく。バックに回った。スイーパー、チョークに入った。いけるか。あと逆に返した。ガブリの体勢に移行した。ここでロープブレイク。あと逆に捉えた。足を取って切り返した。組み合った。あっとそのまま倒していった。あっとそのまま膝十字。引き起こす。あっとクリーンヒットが危ないですよ。1 2 3 4 5 6
習時間5分ファイミリッツシューテアを打ち込む起こした